CM については、マクドナルドの CM がもうすぐ始まるようですね。紫輝くんは、X で何かを匂わせているようで、楽しみです。平野市業の新たな仕事が話題になっています。彼の活躍がますます注目を集めているようで、ファンとしてはとても嬉しいですね。以前の CM 復帰に加えて、ホンダさんやセブンさんとの新たな CM も気になります。また、彼の出演したドラマ、クロサギと、 花の千晴れは今でも大好きで DVD を何度も繰り返し見ています。続編や単発ドラマ、映画などどんな形でも実現してほしいと絶望しています。彼のファンたちは続編や単発ドラマ、映画化など彼の新たな挑戦を心待ちにしている。しかし彼の活動が増えるにつれてファンたちは彼の健康と幸福を心配する声も上がっている。彼のスケジュールがますます忙しくなる中、 ファンたちは彼に無理をせず、自分のペースで活動してほしいと願っている。彼が本当にやりたいことに向かって進んでほしいという願いも、彼らの心からの思いだ。トベファミリーのメンバーとしての仕事のオファーも増えてきているようで、これはとても良いことだと思います。彼の応援に投票もしましたよ。彼の次のドラマは、クロサギの続編を見たいですね。また、CM ではマクドナルドの新たな CM が始まる予定のようですね。 彼が匂わせている情報を見かけました。紫輝くんはいろいろな仕事が決まっていっているようで、本当に楽しみですね。ジンくんや岸シくんとの CM や、グループでの CM などの話もあるのか気になります。ただ、忙しくなれば、なるほど彼の生活は厳しくなるかもしれません。私たちは彼が無理をしないで欲しいと願っています。彼がやりたいことを存分に実現できると良いですね。 将来的には、ジンくんや、キシくん、ケンちゃん、ミッくん、インプ、の7人、ミッキーなども CM に出演してくれたら嬉しいですね。ドラマや舞台、ラジオなど、トベファミリーのメンバーが活躍できる場がますます増えることを楽しみにしています。もし新たな情報が入ってきたら、ぜひ教えてくださいね。また、トベファミリーからの仕事のオファーも増えてきているようで、それはとても良いことだと思います。私も投票しましたよ。 紫輝くんのドラマとしては、クロサギの続編が見たいですね。CM については、マクドナルドの CM がもうすぐ始まるようですね。紫輝くんは、X で何かを匂わせているようで、楽しみです。彼のスケジュールがどんどん詰まっていくと、彼の人生はますます忙しくなりそうですが、それは嬉しいことでもあります。ただ、無理をせずにほどほどにしてほしいですね。紫輝くんがやりたいことをしっかりと追求してほしいです。 さらに、彼のファンは彼の成功だけでなく、彼と一緒に活動する他のアーティストやスタッフの幸福も願っている。彼らは、彼が所属するインプのメンバーやスタッフがさらなる成功を収めることを願っており、彼らと共に成長し、新たな挑戦に取り組む姿に期待を寄せている。平野史洋くんは今後も彼の才能と魅力でファンを魅了し続けることだろう。 彼の成功と幸福を願う声が彼を取り巻くコミュニティからどんどんと広がっていくことは間違いない。彼のこれからの活動に期待し、彼の成長を心から応援していこう。将来的には、ジンくん、キシくん、ケンちゃん、ミッくん、インプの7人、そしてリッキンも含めて、みんなで CM に出演できたら嬉しいですね。ドラマや舞台、ラジオなど、トベファミリーが活躍できる場が増えることを楽しみにしています。 もし新しい情報が入ってきたら、ぜひ教えてくださいね。